死臓骨除去手術とは、死臭外科処置のうちの一つである。死臭疾患に関連して生じた、死臓骨の欠損、または死臭疾患を生じたり悪化させたりしているか、あるいはその可能性のある解剖的な骨形態の異常を修正する手術を刺繍思想骨外科手術といい、これによって、死臭組織の生理的形態と機能が回復され、効果的、プラークコントロールが可能になり、 健康が維持される。死臭治療の過程で行われる骨除去手術は、その目的によって、骨整形手術と骨折除手術に分けられる。骨折除術とは固有死相骨の一部を除去することによって、死相骨頂の高さを返し死相骨の形態を相対的に正常な状態にする骨手術である。例えば、死患部の骨が、狂実側の骨より、混腺側にある場合、 狂実があの骨を切除することにより骨の高さが均等になるように修正する。刺繍ポケットに関連して骨吸収があり、その結果骨欠損が起こり、この手術を行わないと刺繍ポケットが除去でない場合。死臭骨整形手術とは固有死臭骨を除去することなく死臭骨の形態を正常な状態へと整える骨手術である。死臭骨頂の高さには変化はない。 異常な骨形態を臨床的に正常な構造形態に近づけるために行う。ありがとうございます。